こんにちは、マルタスタディ池松です。6月になりまして、すっかりマルタも暑くなってまいりました。私はですね、今週の金曜日に、友人の結婚式がありまして、そこにお呼ばれしたので、そのために、普段はしないというか今までしたことないんですが、まつエクを、まつげのエクステンションまつエクを、しに行く予定でございます。これからですね、早速今、サロンに向かってる最中なんですけれども、撮影が許される限り、その様子だったりとかをお見せできればなと思っておりますので、最後までご覧ください。ここはナッシャーという場所ですね。で、今回行くサロンはこちらになります。いつも通りちょっと遅刻気味なので、急いでこれから入ります。残念ながらですね、音声マイクがオフになってしまいまして、ここから先はナレーションにて対応します。ごめんなさい。施術はやっと終わりかけておりますね。普段されてる方だったらわかるかと思うんですけども、結構長いので、私ももう目をつぶるのに疲れてきてますね。私の場合、施術中周りの人がどんなことをしているのかちょっと気になって、薄目を開けてたりとかしたので、それでちょっと目が痛くなって、目がシュパシュパしてました。施術が終わった姿見ていただければ分かるんですけども、ちょっと目が充血してますね。これもちょっと目、薄目を開けてたからだと思います。普段私はですね、メイクのする時でもそんなにこうがっつりしたメイクをしないので、2D のまつエクをすると、目だけでも結構目力がこうバッチリついて印象が変わるので、鏡に自分の顔を見て、結構びっくり、正直結構びっくりしました。本当にこれで良かったのかなとかって思いつつ、周りの人の反応どうなんだろうっていう風に気にしつつ、今こうやって見返すとそんなに悪くないんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり当時は結構びっくりしました。今回ですね、初めて施術を行ったので、流れがどんな感じなのかとか、どのくらい時間がかかるのかなっていうのを全く知らずに行ったので、施術時間のトータルの長さにすっごく驚きました。だいたい多分2時間くらいだと思うんですけれども、ある程度は長い時間っていうのは想定してたんですけれども、目をつぶってしまっていると、携帯はもちろん見れないし、手術をやっている姿も見ることができなくって、もう本当に周りの声だけしか確認できないので、暇で暇でこの時間をどうやって過ごすかっていうのを途中から考え始めて、すごく途中から長く感じたかなっていうのが印象に残ってます。日本でもマルタでも、まつエクの施術をやられている方はどうやって暇を潰しているんでしょうか。
今回はですね、私 2D の末エコを行ったんですけれども、金額が85ユーロでした。で、この金額がですね、安いのか高いのか、もちろん日本と比べて、正直私今回が初めてで、全く相場っていうのが分かってないもんで、日本に比べて安いのか高いのかも分かりません。ただマルタで末エコをするとこのくらいかかるんだなっていうことを思っていただければ幸いです。で、私はですね、今回急ぎで予約を取ったので、このサロンで唯一空いてた店舗のナッシャという場所に行きましたが、中心エリアでは、グジーラ店舗、それからサンタベネラ店舗もあって、語学学校のアパートメントに滞在されている方でも、アクセスしやすい場所にあるので、日本で末エコを定期的にしていて、マルタでもやろうかなって思っている方、それから何かの機会に試してみたいなと思った方は、ぜひ行ってトライしてみてください。今回の動画いかがでしたでしょうか。私の末エコいい感じでしょうか。参考になったと思った方は、動画にいいねとチャンネル登録をお願いいたします。また今回友人の結婚式のための末エコだったんですけれども、その結婚式の当日の様子だったりとかも、後々アップしたりとかするので、お楽しみいただければ幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。